大丈夫か大丈夫。何がお前この時期崩しやすいからさあのこんな部屋のやつに言われたくねえよ何かで俺崩してませんから結構元気ですから。こんな部屋のやつに言われたくないですか。いやすぐね喉ぶっ壊れたりするからさ。カスカスだったもんな。もうこの冬の時期はやばいじゃん。だってこんなさ鼻声のやつに言われたくないよ。常にそうだからね俺は朝からこう、うん、ずっとこう崩すってでも元気だ。え千尋ちえ千尋え千尋嘘でしょやばいよマジか。えやばすぎるよそれは。本当に千尋千尋千尋かい。いやいやあのじゃない千尋かい。千尋っていう前にあなたは千尋じゃないんですけど、うん、まあまあ千尋千尋です。あ、千尋だな。千尋です。あなた誰ですか。私は白だ。これは千と千尋の神隠しの。これはダメかもしれんな。大丈夫かい。バッサバサじゃん。バッサバサですけど。なんだか元気がないみたいだね。お腹が空いてるのかい。ご飯は食べた。あ、食べて、しっかり食べて。すげえ喋るじゃん。直した。一応体調直った。細い声で。そうか。わかった。千尋が元気になるように、うん、まじないをかけといた。お食べおにぎり。いやいや千尋が元気になるようにまじないをかけといた。いや渡すのあるけどさコンビニの梱包も箔が個包装ビニール個包装も箔が箔がやった。いやいやいや箔がこれもつけたの。あそれも箔がやった箔売ってんじゃんこれだって。そしたらもう58円で売ってんじゃん塩むすび。箔がこの値段設定にした。そうだ箔そうなビジネスやってんじゃんそのもう脇でいいか箔でいいかこいつは。食べていいですか。大丈夫か違う腹出てんだよな。そのあちょこちょこ変な隙間。いやそう隙間が服の隙間めっちゃ気になる。いや元気に普通に塩むすびだからまだ元気がないみたいだな。じゃあ出た出た出た。うま元気出たんだよ。いやでも、うん、いつもの千尋はもう少し元気があった。そうかこれは私が食べようと思ってたやつがしょうがない。元気がない、ないなら。いやね、うん、好きだもんね。お食べいやいやいやカバンからペヤング出てきたんだけど。それが元気になるようにまじないをかけといた。ちょっと気持ち悪いな。お食べ。いやいやいやスパイスの。いや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 生じゃ、生直で入ってくる。むきみのペヤング、マジでやだな。直ペヤング怖いんだけど、続けて。まだ足りないのかい。いや、もう足りてる足りてる。これでほら、いただきます。そうだ、千尋お食べ。ちょっと、こう。まじないをかけといたから。マジで。これでパワー出んの、大学生だけだよ。まじないかけといたから。わっぱくだな。学生飯すぎない久々に見たよ、学生だな。飯とか。膨れたら何でもいい精神だよ。大丈夫か、千尋。まじないはかけといた。しつけなこいつ。まあまあ。おいしいかちいろ。あ、ちいろ大丈夫か。喉が詰まったのかちいろ。しょうが。ちょっと待ってろ。異常が。ちいろお飲み。なんかね。リプトン。私が元気になるようにまじないはかけといた。狙いにいってる。高校生じゃん。完全に狙いにいってるじゃん。わっけ。ちいろの好みがわからないからとりあえずレモンティーも買って。好きな方を飲み。懐かしいな。部活終わりだと思ってる。好きな方を飲み。しわか。え、千尋柔道部だと思ってる。千尋。千尋は柔道。千尋はい。ちょっと。え？バキって言いました。関節が。あ、時間稼いで。五代目。変えるとめんだよ。時間稼いで。終われてねえぞ。最高食べ。はい、時間稼いで。あ、そうだ千尋まだある。え？うんと。千尋の好みになるかわかんないけど。うん。お食べ。うわ。アメリカドッグだ。炭水化物のみ。すまない。うん。これを買ったんだが、ケチャップはもらえなかった。じゃあ、だから。もらえるだろ。まじないはかけといた。こっちの千尋でも大丈夫。こっちの千尋ではないから。千尋って別に一人だから。いいですか。すみません。一旦僕はまじないはかけといたから。これいい。ケチャップとマスタードがなかった。いやこれないの結構いや俺いや欲しいよ欲しいよなこれ元気なくなっちゃうよこんなのそなたの内なる風と水の何において解き放って何を何解き放ってくれてんだよお前なんだよこれ嫌だなあれでもらうのアメリカとかあんま解き放たないこれあともう少し買って適当に食べてくれ結構
上だよ、ここか。いや、あの世界ファミマあんの、ファミマあんのか。びっくりじゃないか。元気が出るならよかった。ちょっと近かったかも。大丈夫、ちょっとだけ近かったかも。そうか、それならよかった。ちょっとだけ近かった。いいかい千尋、はい、格好入れたらこの階段をまっすぐ降りたところにかまじいという人間かまじい、仕事をもらうんだ。はい、わかりました。2階だけど仕事がない人間は生きていられない、はい、でもあの階段ちょっと怖い、気をつけて降りたいと。あ、気をつけてくれ。そう、はい、手すりが怖いから。それは私はもう行く。ありがとうございます。ああ、すみません。さあ、私は行く。はい、決して振り向かない。背中ガスンってなったけど。決して振り向いてはいけないよ。ああ、僕は振り向かないよ。大丈夫です。行けよ。いいかい、千尋。決して振り向いてはいけないよ。行けよ。まあ、お前は振り向いて。お前ガンガン振り向いて。僕は全然今の会話の最中にこっち向くことはないんで。元気がないみたいだな。いやいやいや。あります、あります。あるあるある。元気あります。大丈夫です。なかった、大丈夫。大丈夫です、大丈夫です。あるよ。そうか。え、全然行っていただいて。私は行く。千尋、そうだ。最後に私の本当の名前を教えてある。え、なんだっけ。私の名は、右早耳、コアークムシ。なんだっけ、マジで。いやいやいや、そんな、そうだね。右早耳、コアークムシだ。コアークムシ。止めてきた、止めてきた。おいき。おいき。おいきで、なんであいつは行くんだよ。ハクはここだならわかるけど。なんだよ。これはもう、これはエンガチョ。エンガチョだな。初かもしれませんが。初エンガチョ。初エンガチョ。関わっちゃいけない気がするな。これはあの、かまじも切ってくれない。エンガチョ。切ったやってもらう。